次に、日本年金機構と同様に、ある意味公的機関であり、債権回収をしている NHK の事例を紹介させていただきます。NHK は以前の日本年金機構と同様、現在も委託業者を利用して、訪問員が個別訪問して、契約の請求、そして受信料支払いという債権回収をしております。 その委託業者が全国各地で強引な手法を迫ったり、手法で契約を迫ったり、債権回収を行っていることが問題となっており、国民の不満が高まっております。どの程度の不満が高まっているのかと言いますと、我が NHK から国民を守る党が国会で議席を置くくらいの不満と考えると、その不満の大きさがわかるのではないでしょうか。 それだけではありません。NHK は昨年委託業者による詐欺事件を引き起こしたのは記憶に新しいところです。昨年9月に愛知県の名古屋市や春日井市で NHK から受信料の集金業務を委託されていた業者により引き落とす引き起こされた悪質な事件がありました。70代から80代の女性3人が現金約250万円の被害を受けておられます。この事件で当該業者は高齢者を狙い このように、日本年金機構は、詐欺事件、逮捕事案を起こした後に、えー、委託業者による訪問員による再権回収を注視している、しかし、NHK は詐欺事件が起こった、そして逮捕事,事,事案が発生した後も、引き続き再権回収を委託業者に委託しているということでございます。そこででで、えー、管轄外で恐縮ですが それを承知で麻生大臣にお聞きします。NHK が相変わらず委託業者に債権回収をさせており、個別訪問時に問題を起こしております。昨年の詐欺事件後も一向に変わる気配がありません。元総務大臣として NHK の債権回収方法が相変わらず続いていることについてのご意見をお聞かせいただければと思います。麻生大臣、あの。 質問しておられる内容、よく分かっておられるでしょうが、あの私、今、財務大臣をやっておりますんで、総務大臣しておりましたら、もう15年ぐらい前の話で、ちょっと所管外でもありますし、元総務大臣と言われてもお答えのしようがありません浜田聡志君、はいえーま。想定内の、えー、回答でございましたので、問題ないです。 さて、ここで我々 NHK から国民を守る党が着目している法律の条文があり、それを紹介させていただきます。それは弁護士法第72条です。この条文を今回の配布資料に掲載させていただきました。 弁護士、または弁護士法人でないものは、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件および審査請求、異議申し立て、再審査請求、行政庁に対する不服申し立て事件、その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁、もしくは和解、その他の法律事務を取り扱い、またこれらの修正をすることで、なりわいをすることができないというものです。分かりやすすく言いますと 弁護士の資格を持たない者が、報酬を得る目的で弁護士業務を反復,の反復継続の意思を,を持って行うことを禁止するということです。昭和37年と少し古いですが、これに関する判例を紹介させていただきます。事件番号昭和 36A2883、裁判年月日昭和37年10月4日、法廷名最高裁判所第一小法廷。 判事事項として弁護士でない者が報酬を得る目的で、現判事の事情の下で、債権者から債権の取り立ての委任を受けて、その取り立てのため請求、弁済の受領、債務の免除等の所守の行為をすることは、弁護士法第72条のその他一般の法律事件に関して、その他の法律事務を取り合った場合に該当するとのことです。 現在の NHK 委託業者が行っている行為そのものではないかと思うわけです。そこで法務省にお聞きします。NHK が委託業者を使って債権回収をさせていることは、弁護士法第72条に抵触する可能性があると考えます。我々 NHK から国民を守る党は、現在、NHK やその委託業者を相手に、 この弁護士法第72条違反として、複数の訴訟を起こしており、今後も提起していく予定でございます。法務省として、NHK の債権回収形態と弁護士法72条との関係についてお聞きしたいと思います法務省大臣官房金子首相法制部長。お答えいたします。 一般論として申し上げますと、弁護士、または弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めがある場合を除き、報酬を得る目的で、業として他人の債権の管理、回収業務を行うことは、弁護士法第72条によって禁止されております。しかしながら、法務省として、個別の事案について弁護士法に違反するかどうかをお答えすることが困難でございます。この点ご了解いいただければと思います濵田佐藤氏君 はいありがとうございます行政府が裁判の判決に影響を避けるべしという立場、えー、ある程度理解できますただしこの nhk と弁護士法第72条の関係については法務大臣の意見が重要になってくる可能性が今後ありますそれは法務大臣権限法というものがあるからです最近ですと2017年12月に nhk 受信料について最高裁判決の際に 先立って法務大臣の意見を求める法務大臣権限法に基づく措置がありました、えー、戦後2例目とのことです、えー、今回の配布資料に当該記事を掲載させていただきましたそこで法務省にお聞きします今後弁護士法第72条違反のに関する裁判の際に法務大臣権限法に基づく措置により最高裁判決の際に法務大臣の意見書提出がなされる可能性について見解をお聞きしたいと思います 法務省大臣官官房福原審議官お答えしますお尋ねは家庭のご質問であり、お答えを差し控えさせていただきたいのですが、一般論として申し上げますと、法務省としては、裁判所からの求めがあった場合には、法務大臣権限法第4条の趣旨、目的に照らして意見陳述をすべきか否かについて、慎重に判断するなど、適切に対処したいというふうに考えております。 浜田聡君、はいえー、ありがとうございますここで、NHK から国民を守る党という党名を考えてほしいと思います。国民を守るというのはどういうことかといいますと、NHK を見ていないのだから、受信料を払いたくない人の権利を守るということです。この権利を脅かすのが誰かというと、NHK ですが、より詳細に申し上げますと、NHK 委託業者の訪問員であるわけです。 各家庭を個別訪問して、たちの悪いことに、お年寄りや女性など、相手が弱いと見ると、高圧的な訪問員による悪質な行為が報告されています。 2017年12月の最高裁判決では、契約の義務は認めたものの、双方合意がない場合は、NHK は裁判をして回収するべきとなったと承知しています。しかし、NHK はごく一部で裁判をするものの、相変わらず数多くの悪質な訪問員を各家庭に残し続けているということです。このような状況を変えるため、我々 NHK から国民を守る党は、国会で議席を取って、放送法を変えて NHK をスクランブル放送にするまで頑張ろうというのが従来の考えだったわけです。 しかし、法律を変える前に、現行法で悪質な訪問員の問題が何とかなるかもしれないということで、注目し,たしだしたのが弁護士法72条であるわけです。 最終的なスクランブル化までは時間がかかるかもしれませんが、悪質な委託業者の訪問員から国民を守るということは、この弁護士法72条によって、NHK と委託業者が裁かれて達成できるかもしれないということでございます。全国に数多くある NHK 委託業者に関係するこの弁護士法72条に関係する裁判、弁護士法72条の趣旨を考えると、NHK 側が敗訴する可能性は高いと考えております。そして最高裁で NHK が敗訴となった場合に、社会に及ぼす影響は極めて大きいということを皆様にはぜひ知っていただきたいと思います。残りの時間